妊活を始めているけれどもなかなか結果が出ない、そんなあなたの生理前の体調は元気いっぱいですか？元気いっぱいではない。体調不良が出てくる、または精神的な激しい落ち込みがあったり、イライラしたり、時には旦那さんに爆発してしまったりするなどの PMDD はありませんか？それらを放置すると妊活がこじれやすくなります。今日はそんな話をお届けします。 PMS または PMDD、 この PMDD ってね、最近出てくる言葉なんですが、しーちゃん先生は長年生理前の体調不良に向き合ってきました。多くは栄養失調に該当していて、食事のバランスが悪い生活を長年繰り返してしまったり、または過度に疲労を起こしたり、ストレスがものすごかったりっていう精神消耗によるミネラルが消費されて、さらに栄養失調になるみたいなパターンの女性が多く見受けられます。またしーちゃん先生よく言うんですけど、実家のご飯は3年って言うんですね。実家のご飯がものすごく栄養状態が良かったと、それが大学生活地方から東京に来てとかいう場合は、食事がいい加減になっちゃったりしがちですよね。1日3食が2食になったり、例えば生理があるけれども鉄分を意識した食事にはなかなかなりにくい、そういう生活を3年過ぎてしまうと、お母さんの栄養満点なしっかりとした体もちょっとずつ壊れていってしまいます。大学の途中から具合が悪くなって、就活のストレスにも耐えられない、そんな女性も多く見受けられます。そのまま栄養状態が改善することなく結婚して妊活に入っていきます。そうすると栄養状態ずっと改善しなくて5年とか10年経っちゃってるんですね。その結果として出てくるのが PMS や PMDD です。PMS、PMDD の女性を多く接してきて、栄養状態はどうかを全員にチェックします。するとほとんど1日1食に近い形、タンパク質は夜ご飯だけ、朝は食べない、昼はパンとかパスタランチみたいな形で、ほとんどタンパク質が夜だけみたいな生活が5年10年と長くなってる人非常に多いんですね。そういう人が月経前に調子が悪くなるっていうことにつながってきます。生理前に眠くなる、だるくなる、イライラする、悲しくなる、気分が落ち込む、動けなくなる、下痢をする、胸が張る、首が凝る、頭が痛くなる、めまいが出る、吐き気が出る、精神的にも怒りが爆発する、泣きわめく、気分が落ち込んで死んでしまいたくなる、激しく落ち込んでしまうなど、症状はその人それぞれで多岐にわたります。多くは肝心肥肺腎の肝っていうところが関係しています。肝っていうのは腎、生殖関係、例えば成長発育生殖って腎のところに書いてあるでしょ。卵を作ったもの、例えば内膜を作ったものを肝というところで出す、作って出す、作って出す、肝で出す、腎で作るっていうことを繰り返しているんですね。月経というのは腎で今まで作り上げてきたもの、例えば卵を出しました、内膜を作って受精卵を待ちますっていうのは腎が主に行います。この腎が行ったことについて、今月も受精卵が来なかったなってなりまして、肝というところでそれを出す作業が行われます。この肝の出すという作業に負担がかかっている、例えば肝のところは普段の生活のストレスを受け止める臓器ですから、普段からものすごくストレスが溜まりやすい、我慢する、抑うつ状態になる、イライラしやすいというトラブルを抱えていたりする人が、生理前の出すといういうことがすごく負担になってしまって、普段のイライラがさらにイライラするとか、普段落ち込みやすいのがさらに落ち込みやすくなるっていう人もいますね。これは肝のケアをすることによってある程度回復することができます。また肝はだいたい出すっていうところ、例えば生理を出すとかね、ホルモンを出す、卵を出すっていうところが司ってるんですけれども、ここの胆っていうところもね、不安感とかやるんですよ。肝のところに血を増すって書いてあるんですけど、やっぱり出血する生理でしっかり溜めたものが出されるっていうことはね、血液を補うために血液になるような材料は毎度毎度よどみなく食べたりケアしたりする必要が
あるんですが、なかなか皆さんそう考えてない人が多いんですよ。最近の人はものすごく頭を使いやすいので、脳で考え事したり企画を出したりっていうことがあると血が消耗されるって言われてるんですね。この肝のところに血を増すって書いてあるんですけど、この血の増し方が不足してくると、実は血っていうのは精神安定に非常に役に立つ、そういう成分と中医学では言われていて、血がなくなってくると不安感が出やすいとして精神不安につながっていきやすくなります。まず栄養バランスを考えた食事を3食しっかりととってほしいんですけども、症状が進んだりまたはタンパク質がものすごく少ない生活を長年やってしまってる人には胃腸虚弱が見受けられます。この胃腸虚弱をなんとかするためには一気に食べてはいけないんです。生理の時に胃もたれしたり下痢したりっていう生理の時に胃腸虚弱の症状が出やすい人は、まず消化のいいものを中心に食べてもらいたいんです。玄米ご飯や玄米がゆも負担になることがあるので気をつけましょう。胚芽米でしたらまだ栄養分があるので、胚芽米をゆるくして柔らかく炊くっていうのも一つですね。それに消化のいいタンパク質をプラスする。肉の中でも魚や鶏などの消化のいいタンパク質、卵や納豆も消化がいいので、ぜひそういう消化のいいものから始めていただいて、ちょっとずつ精力がつくような牛肉とかね、鉄分たくさん含まれてますから、あと PMS にもいいって言われてるビタミン B 群なんかは豚肉豊富だって言われてるので、それも食べていただきたいんですけども、最初は卵とか鶏肉、魚などを消化のいいものを食べてほしいなと思うんですけどね。その生理前の症状がほとんど出ない、精神的にも安定しているっていう状態ですと、栄養が十分ですという体のシグナルです。ぜひ妊活でなかなか結果が出ない人は生理前の不調がないかどうかをチェックして、生理前に不調があるならぜひそのケアを始めて次に解決して元気いっぱいになったら妊活っていう流れにしてほしいなと思っています。何度か出てきていますが、体外受精などの不妊治療に通う女性の半分が抑うつ状態だと言われています。普段抑うつ状態の人は生理前にその症状が悪化するケースが多々見受けられます。普段から気持ちが安定していて、生理の前後も気持ちが一緒っていうことをまずは目指していきましょう。また普段調子が悪い人は生理前にさらに調子が悪化します。普段も元気、生理前も元気な体を作ってから妊活していきましょう。今日は PMS、PMDD の人で妊活でなかなか結果が出ない人はまず生理前元気にしましょうというお話でした。アメーバーブログでは20代、30代、40代など幅広い年齢の不妊治療でなかなか結果が出なかった人の妊娠出産症例を多く紹介しています。よかったらご覧になってください。インスタ、メルマガなどでも情報を発信しています。よかったらフォローしてください。漢方相談をご希望の方は1ヶ月3万円から5万円で引き受けています。ご希望の方は相談ホームからお申し込みください。しーちゃん先生でした。